もうすでに。すでに。すでに。すでにさん。黒の服装だからね。ちょうどいいね。え？黒の服だから。ちょうどいい。ええやで。このぐらいかな。よし。OK。米欄はね、ちょっとあの、上の方にあるけど許してね。うん、これから流れていけば、いけるはずだから。うん、よいしょ。さあ、始まりました！取り置き！よいよい！くーよいよい！はい。Thank you。サンキューということで、今回は1月の全興行プラス2月の14日、はい、TKP ガーデンシティ千葉大会の、チケットの取り置き期間でバル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 、怖っ、もう分かった、はい、全部もう全部分かったでしょ、みんな。なぜ伝えないの、なぜ、はい、の取り置きでございます、うん、ぜひともね、皆様、チケットの注文方法とは我々のね、ダイレクトメールや、私は G メール、吉田は、あれ Twitter の DM プラス Facebook、Instagram の DM、まあ、Facebook はメッセンジャーですね、はい。で、サムネイルとタイトルの枚数が違うっていうのはサムネを新しく作るのが面倒だから前の使い回し。使い回し。サムネは何枚ってなってるの ?40。なんならここ数回全部そう。40。ずっと30で、目標枚数30でやってるけど、40。サムネは詐欺。ちゃんと面倒くさい。言ってる。素直だから許して。素直だから許して。嘘ついてないからね。そう。さあ、ということで、さあ、一気にどかかってくるだろうな、俺のとこに。たくさん来るだろうな。来たー、ありがとう。いきなりー感謝。あ、2月11チーバトルは何？まだ販売してないんじゃない？2月11、これ、なんだろう、1月の間違いかな。あ、あ、りゃってなっちゃった。はい、ということで、取り置きね、企画でございますね。ああ、2月だってないもんね、そんな。2月11日は。1月11の間違いだよね、多分。ああ、来てる来てる、大丈夫だ。で、1月でもう、絶対1月だから取るー、取りまくりー。今多分、1月ですって来る。ああ、来たすべて予想通り。勝手に1月17も取っちゃう。それはなぜ？ダメ。かわいそう。あ、ちなみに、1月17日、お昼に行われます、ビッグアドバンスの方は、2AW 主催興行じゃないということで、はい、外しております。はい。はい、なので今回の対象興行は、1月3日、うん、新春戦い始め、うん、1月11日、チーバトル。1月17日、取り置き配信には入ってないだけで、あの全然、はい、もちろんお取り置きさせていただきますので、はい、1月24日チーバトル、1月31日グランドスラムイン 2AW スクエアで、2月14日 TKP、はい、1月の全興行すべてここ 2AW スクエアで行われます。よい、オール千葉、オール千葉。2021年1月はもう千葉漬け、千葉漬け、しば漬けみたい。俺も思ったはいはい、さあ、あれおかしいな。ということでね、お今あ、ちょっと待って、俺あ、送ったけど、ちょっと今見てください、ちょっと DM を。先ほどの方 DM を見てほしい。チーバトルをちょうだい。チーバトル、見て DM 見て、DM 見て、自分の方も見て。
はい、ご希望の席に。ああ、俺もそれも間違えてるわ。もう喜びが勝ってもうて、もう。あ、よかった。わっせわっせ、早速来たーで喜びすぎてたな。この鉛筆めっちゃ尖ってる、不安、折ったらどうしよう。不安。2021年、早速ね、皆様に見てもらいたい、見に来てください。この一心で私は配信を、私たちはね、配信を行っております。12月29、肉の日、最近この歌めっちゃ聴いちゃうんだよね。それ何？メジャーのオープニング。でも俺メジャー見たことない。俺もメジャー見たことない。シゲのゴロ。なんかちっちゃいのが大きくなるあれ。のみ。ね。知ってる情報。はい。球めっちゃ速い。球めちゃくちゃ速い。のみ。料金1枚来るごとに吉田の苦手な歌。苦手な歌は何？苦手な歌っていうのは何？吉田の苦手そうな歌を、うん、皆様のリクエストで歌ってもらう。やだー、ちゃんと断る。はい、じゃあ1枚でお願いします。待ってください。チーバトルください。お、スバラ。スバララ。チーバトル。オッケー。あ、カンですんだ。多分みんなびっくりしたって今の。さあ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 、これでさあ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 、ストーリーにもあげよう。ストーリーにね。2枚です、ありがとうございます。なんか携帯すごい映ってるわ、恥ずかしい。やめとこ、やめて、こっちだけにして。そう、ジャイロフォークね、うん、めっちゃ速いフォーク。さということで2曲しーん、え、しーん、しないって言いたかった。何、なが抜けた。しーん、ありがとうございます。 TKP TKP、 はい、
わるんだね、2020年がね。もう終わるね。すごい、こっちはね。どうでしたか2020年。うん、大変やったけど、でもなんか充実してた気もする、そんな中で。はいはいはい、はいね、もちろんね、大変は大変でしたけど、うん、スタートとしてはすごくいい気がするな。あ、間違えた。すごい、いっぱい送っていただける、嬉しい。はい、ということで1枚追加の3。ん？俺の1枚入ってる？え、入ってるよ。で、モが最初1枚やったん？うん。で、俺今2枚目が来たから3、うん、よろしい。それなら、はい、3曲目です。3曲ですね。いや、交互に歌うと。うん、うん、ワンフレーズだけ。全然歌わん。ワンフレーズカラオケせやろな。ワンフレーズカラオケやろ。全然せえ。お前が好きなだけや。皆さんも吉田の歌声聞きたいですよね。いや、そりゃそうやろうな。いや、そりゃそうやと思うわ。聞かせません、全然。全然聞かせへん。見てみ。全然、もうそうなるのは分かりきった上で俺は全然断ってる。視聴者の声、見てみ。視聴者の声、全然聞かん、そこは。聞かない。最低。吉田の持ち歌って何？だから俺だってカラオケ自体行かんからね。カラオケも行かんからさ。吉田の歌声多分一回ぐらいしか聞いたことないと思う。せやろうね。うん、今までずっとおって、まあ、そんなずっと一緒におるわけじゃないけど。そんな中での持ち歌だけはじゃあ教えて。いや、だからそんなのないもんだって、別に行かんから。でカラオケ行ったとするやん、うん、行くときはあるやん。あるよね。歌えって振られるときあるやん。そういうときに何を歌うかっていう。別に何も俺が選んでないもんね、そういうときも。でも多分ほんまにそうやで、ずっと。じゃあ誰かが適当っていうか、うん、まあこれぐらいはな、知ってるやろっていうみたいな歌を歌ってるぐらい。そう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 。まあそれ何、マジでのまあ、うん、腹立つな、腹立つな、お前の言い方。一枚お願いします。ありがとうございます。ちなみに送ったけど返信がない、座席番号の返信がない場合はちょっとこっちが確認できてないという状態なので、ね、違う媒体で送っていただけるとありがたいです。まあ、何 G メールでまあって言うんですよ。知らないの？何それは流行ってんの？出てる。流行ってんのもだいぶ前。1年以上前から言われてる。お前に流行りでどうこう言われるとは思わんかったわ。お前そんな乗ってない側やろ、どっちかといえば。1年ぐらい経ったから言い始めてる。まあって。いやだってなあ、恥ずかしいやん。何が？
まあが乗っとる思われる。まあって言ってるやん。でもこれはもう こいつ乗り遅れてるやん。ダッサーの方がまだいい。うん、うわ、流行りに乗っかっとる、ダッサーの方が嫌や。はい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 。どっちかというと。なるほどね、うん。あ、そっちになりたくない側やったっけ。流行りにはそんな乗りたくない派だね。ただ、自分がダサくないとは思ってないから。ああ、なるほどね。ダサいと思ってる部分もあるから。それに関して、思われるんやったらそう思われたいな、そっちの方がまだマシやなっていう感じ。なんか言うとるで。まあ半年、まあ1年ぐらい前かな。あとはもう親のディスコ ID 教えろとか。何それ。この辺はまあ使っていこうかな今後。え、それも流行ったん？親のディスコード ID 教えろは。親の？親のディスコード ID 教えろは。まあ一部では流行ったかなって思う。何それ、もうピンともこうへんねんけど。何が どういうことよそれは。はぁ、なんだお前、親のディスコード ID 教えろや。何を言ってんの。全然知らんやつやな。マジで知らんやつやな。これが最も使われる例文じゃない。え、どこの腹立つな。1年ぐらい前なんやろ。お前も遅れてんやろそれ。ええ、遅れとるなお前は。過去に生きとる。腹立つなお前。今はもう令和やもん。まだ平成に生きとるお前は。何をやっとる。いやお前もだからそんな追ってる方じゃないって。絶対にそんなに言えるほどじゃないねんってお前は。はい、1枚追加ありがとうございます。いやでも流行の、うん、まあ、最先端かどうかは分からんよ。うん、ただ時代の前の方を走ってるのは個人的には何、なんか技術的な部分も含めてバーチャル YouTuber だと思ってる。まあ過去にはなかったもので。バーチャル YouTuber、うん、バーチャル YouTuber って何。遅れとる。こいつはこいつ腹立つな。こいつ全然時代の後ろを歩いてるだけ。時代の後ろを歩いてるだけ。腹立つ言い回し。全然こいつ今に生きとらんやん。じゃあね、バーチャル YouTuber って何よ。 YouTuber っていう職業があるやん。あるよ、職業というか、うん、ジャンルが、うん、バーチャルない。もう何、どういうこと？人じゃないの？バーチャルって。そう、人じゃないの。が何？最先端な？今の？最先端、まあでも過去ではない。最先端に来そうってこと？流行りそうってこと？キズナアイとかし。いや、わかんない。あれがそうなんじゃない？初音ミクみたいな。あれ YouTuber ではないもんね、でもね。でもそういう、そういう、うん、それが YouTube の世界に来たらみたいな話？来たらというか。音出さずに例だけ見せたろ。俺にだけ？そう。そりゃそう。だってそれ画面に見せたらなんか怖い。そうね。じゃあ俺の大好きなニュイソシエールさん流そう。ゲーム実況とかをするんよ。そういう人が？実況とかを、うん、うん。雑談とか。こういう感じでこう連動して動くの。目とか口とかが。はい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 。でもその何、まあ出ての声だけ。こういう YouTuber の、うん、でも最先端やけど、それは流行んのかな。それは何で動いてんの。人が、なんか登録してるってこと。登録っていうか、埋め込んで、データを埋め込んで、会社でやってる人だ。そうやったらこうなるよみたいにやってるわけやろ。 AI とはまた別なんやろ。 AI とはまた別。 AI YouTuber がそりゃ最先端に来るんじゃないの。10年後
じゃあちゃうやん。未来やん、それ。今一番の最先端は何よ。あれやろ。今最先端といえば。日本の VTuber。20やろ。20やろ。20やろ。20みたいな。あ、20な。はいはい、こいつスピンと来てないやん。でもめっちゃ遅れてるやん。お前、20言うたらわからんやん。え、20で合ってるやろ、あれ。20やん。違うよ、20やんな、あれな。20言うやろ。いや、ちっちゃい言うやろ、あれ。いや、違う違う、言うやろ。そんなことないって。最先端っていうか、もう常識レベル、そうなんよ。何が ?VTuber って。VTuber っていうの、うん、バーチャル YouTuber、VTuber。世界の投げ銭ランキング、まあ、常識言われてもね、それがね、常識言われてもね、私の住む世界に入ってきてなかったらさ、知りませんわ。YouTube の投げ銭機能スーパーチャットの累計金額ランキングが発表。はい。上位7名。はい。世界ですよ。うん。世界の中で上位7名が、うん、日本の VTuber です。上位7名、ね、全部が？トップ10のうち。トップ10のうち7人が、全部 VTuber な？全部 VTuber。人間のは1人も入ってないの？人間は1人だけ入ってます。あ、そうなんや。誰？それ。誰やろ？ランキングはね、すげえ。何？あ、これは VTuber だけしか書いてないわ。へえ、すげえな。1位。それじゃあもう再生回数とかえぐいの？あの、スーパーチャットのランキング。あ、そっか、スーパーチャットのランキング。あ、そっか、ライブ配信か。はい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 、なるほどね。1位、すげえな。桐生ココさん。へえ、ね、桐生ココさん。桐生ココさんだよね、それはね。ホロライブですよね。あー、なるほど、ホロライブね。これは年間じゃないだろうけど、多分2年間ぐらいです。 VTuber でこの桐生ココさん活動してるの多分2年3年ぐらい、はい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 、での、スーパーチャットが、1億2924万円。2年ん1ん2年間で2、3年ぐらいですぐらいで1億。うん、あー、そうなんや。でも YouTube の世界って考えたらなんか、いや、スーパーチャットいや、まあもちろんもちろん、これプラス広告が入るから、はい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 、再生回数における。そんなんも知らんのお前、ダッサ。こいつなんかあったらマウント取りたがるな。こいつ過去に生きてんじゃん。常識レベル知らんじゃん。いや、VTuber はだって俺ココさん？そうね、キリュウココさん。うん。知らん。聞いたこともない。こいつ自分の知識のなさを露呈しちゃってんじゃん。いや、全然なんやろうな、うん、まあ、うん、まあ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 、まあ、もちろんね、 VTuber の世界でもその売れてる人と売れてない人もちろんいますよ。俺やろ、うん、それはもちろんいます、うん、だからヒカキンを知らないみたいな感じ。はい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 、なるほどね。ヒカキンさんはでも聞いたことあるもんね、やっぱね。うん、で顔もパッと浮かぶ。ヒカキンさんの動画を見たことはないけど、確かに顔もパッと浮かぶね。そう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 。でヒカキンさんをじゃあ今知らない人たちってどういう感じ？うん、どういう人たちだと思う？え、時代遅れ。それじゃん。お前、それじゃん。いや、でもおるってヒカキンさん知らん人。そりゃ YouTube 見てる人が全てじゃない、そりゃ。いや、でも多分 YouTube 全然見えひんけど、偉大な人間この世にいっぱいおるわ。おる、うん、まあそれは間違いない。そりゃおる、それは間違いない、うん、そう、それを言いたい俺は。 VTuber は中国の方で人気なの。あ、そうなん。中国で VTuber の番組があるうんぐらい、うん、
日本のやつ VTuber の番組があるんや、うん、日本でもね一応放送してんね、うん、それが中国の方にも放送されてる。へえ。で中国語に変えて、そうな、字幕テロップみたいな、うん、それのおかげで今中国で、今というかまあ数1年ぐらいかな、ここ1年ぐらい小峠さんは大人気、うん、え、そうなんや。司会が小峠さんだ。へえ。いや中国で人気出たら、まあ人が多いからそれはね、うん、なんかそういう配信とかでもプラスは生みそうよね、うん、その点ではね。そう、まあ、でもいや時代に乗れなさそう知らないと絶対おるよ、いっぱいおるよ、いっぱいおる、うん、俺はその人たちに言いたい、間違ってません、あなたたちも全然間違ってませんね、知らないことあるよね、VTuber 知らないですよね、香水知らないのって言ってた人ら、え VTuber 知らないのって言われる時が来るかもよ。でも俺は最初に香水知らんのって言われた側やね、それも俺もやけどねそれは、うん、でも香水は知っとかなあかん、あのね、あんなに流行ってたんや。いやでもほんま、いざ知ったんが1年半後ぐらいやったやんか、うん、でYouTube とかで見たら、うん、なんでこれを俺知らんかったんやろって思うぐらい確かに世ではすごい流行ってんもんね。そうびっくりしたもん、いろんな人が真似してて、うん、いやあれ知らんかったらあの遠藤と加納のやつとか笑われへんねんもん な、ね、そういうのがな、 YouTube に上がってる、いやね、いろんな人がカバーしたやつとかもな、いやでもお前も知らんかったんや、お前全然時代遅れてんじゃん、お前も香水知らんかったでも俺は VTuber 知ってる、いやお前はな、お前が今知ってる最先端のやつ言うてみ、お前言うてみ、2ヶ月ぐらい前にお前新種のオラウータン見つかったん知ってるか、お前、お前それ誰も反応してないやん世間誰もは言い過ぎ、誰もは言い過ぎやけど、あの人類の 99% は反応してないと思う。お前新種のオラウータンっつってめちゃくちゃ俺ツイッターでびっくりしたんやからこんな2020年にっつって新しい、しかもものすごいテンション上がる、まだ分かるもんな、そうちっちゃいからオラウタの新種が見つかるのっていうものすごかったよあれは。それは最先端というか情報やんかそれは確かに、あのオラウタが売れなあかんもんな、まずな、そうそうそうバカ売れしたらそれは最先端になるけどなんなんやろうね。いやでも高校生の時とかは俺多分最先端とか知ってた側やとは思うね。まあね、でも、うん、理由が多分中学高校の時に最先端を知ってたのはあの YouTube っていうカテゴリーが全然やったから、うん、まあ、その時、まあまあ、俺らが中学、まあまあ、高校の時って全然 YouTube も、 もう見るのも時間かかるし、うん、画質も荒いしみたいなやったやんか、うん、そんな別にヘビーユーズするようなもんじゃなかったやんか、うん、なかった、間違いない。だからその時はもう自然とやっぱり友達と遊んでる時以外はテレビを見るがもうやっぱどうしてもメインやん、うん、ってなったら自然と入ってきてたもんね。そうね、テレビを見てるとどうしても、うん、だからケーブルが入ってケーブルテレビを見るようになったらケーブルに時間割くこと増えてちょっと遅れを取るかなぐらいやん、うん、せいぜい、うん、いや基本的にはだからそうやってんけど今もうね、確かにじゃあテレビもだから久しぶりに見たらおもろいねんで、おもろいねんけど、うん、なんなんやろ、いやテレビって絶対おもろいやんそりゃ、うん、結局はそうあのプロの集まりやからさ、うん、面白いねんけどなんやろね、時間が、えバイキングは、バイキング見てない、バイキングなんかどれぐらい見てないやろ、あれは俺嫌い、あ嫌いなん、うん、バイキング昼なんです、まあ昼なんです、昼なんです派なんや、うん、やっぱ南原さんおもろい、なんか昔からよう言うな、なんか、うん、あのほんまなんかいじってんのか知らんけどさお前のお前の目がどっちともなんかゆえんあれしてるからよう分からんけどさそこに関してはいやこれをなんか別にいじってるやろうっていうのもちょっとおかしな話やからあちょっとチケットが5枚で
止まってますけど、そんな中ちょっと、ああ来たー、嬉しい、俺にも来てる、ありがとう、嬉しいです。ナンバラバンバンバン、ナンバラバンバンバンでおなじみのナンバラさんやで、ね、これそれしか出えへんね、むしろなんでや、チーバトルちょうだい。嬉しい、ありがとう、幸せ。ちょっと、なんか流行に乗るって大変よね、うん、でもさっき、まあ、あんなこと言ってたからあれやろうけど、そんなでも流行に乗ってる必要はないって思う派やろ、自分思う派やろ、うん、さっきあんな俺のこといびってきたけど、うん、なんか別に、ただそれこそテレビとかをより面白く見るにはそういうのを知ってた方が分かるネタが、まあ、ね、そうね、自然と増えるわけやんか。でもね、鬼滅見たことないんやろ。鬼滅だから、ガッキーから。遅れてんじゃん。お前、進撃の巨人見たことないやろ？あるよ。え？俺あるよ。あるっけ？あるあるある。全部見てる？全部見てる。こいつ、最新刊読めてないじゃん。遅れてんじゃん。俺の好きなキャラが悲しいことになったから、もう読むのをやめた。あ、そうな。あの、芋食う子が。おー、はい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 。あの子がやられたから、俺も。俺は最新刊読んでないけどね。しかも訳のわからん感じで やられたやん。覚えてないけどね。あのなんか飛空艇になんかガキ助けたらそのガキが銃ぶっ放したやん。そんなんやったっけ。そう全然覚えてないわ、読んだのに。ガキマジでお前なん純粋やな。なんかお前ええやつやな多分。もう大好きなキャラやったのに。まあね、悲しかった。悲しいってなるわな。もう伏線なんかどうでもいいってなった。うん、はい、皆さんちょっと速報で。速報。今あれが1月3日の、うん、まあ最前列にあたる松が売り切れました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。松完売。松完売です。ありがとうございます。何やろ今の最先端って何なの？流行の流行の最先端って難しいね。何におけるとかも出てくるからね。ちょっと今吉田が書いてるんで少々お待ちくださいね。うん、吉田が終わったら取り引きさせていただきます。いつの？あ、チーバトル。チーバトルの何何日？11と17。バンバラバンバンバン。バンバラバンバンバン。はい。お、ありがとう。嬉しい。
2人ともが取り置きしてる間はね、もうちょっと待っていただくことになっちゃうんですけどね、申し訳ないです。バン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 しか言われ、言うてなかったんですよ。はい、そう、流行の話です。今の流行の最先端は一体何なのだろう。何が最先端って本物ね。もうだから世にめちゃくちゃこう影響を与えてるものよね。ジャンルを問わずしてね。ジャンル問わずよね。世に影響を、あれじゃないの、フワちゃんじゃないの。嫌いや。いや嫌いかどうかじゃないよ。いやでもっていうか逆に言ったらむしろ上に行けば行くほど、好き嫌いが出てくるわけやん。そうね、てか、単純な疑問で、あれは何なの？そう、何なの？お前も知らんやんけ、全然。YouTuber の人やろ、もともとは。あの人 YouTube なんや。うん。あ、そうなんや。でも、フワちゃん、マジで、海外行って薬物の取引してる現場を押さえてるやつ、めっちゃ面白かったんだよ。おもろいんかい。褒めるんかい。それに関しては、めちゃくちゃ面白かった。へー、ただそう、なんか出過ぎてるからこそ嫌いなのかもしれない。出過ぎ？テレビに。それ嫌いになんの？そんなんで。面白かったらええよ。そんなにやねん。ああ、まあモガの中でね。そう、そんなにやねん。そう、別にそのフワちゃんが悪いとかじゃなく、モガの中でハマらん。まあ上、そう、 YouTube の方が面白い。うん、はいはいはい、間違いなく。なるほどね。多分単体の方が面白いんだと思うね。ああ、誰かと一緒におるより。先輩の人と絡んでると、なんか先輩にタメ語使って話す感じなんだよね。うん、それが売りなんじゃないの、あの人って。そう、だから、なんか、ちょっと嫌いになっちゃう要素かもしれない。ああ、それ、そういうの嫌いな人？嫌い。へえ。だから、そういうの好きな人はもおるかもしれないけど。ローラ嫌いやったんや。嫌いや。ローラ、なんか、こう擦れる前は好きやった。おなや擦れた。今擦れてるみたいじゃん。どうした？どうした？なんやろ。ローラ擦れてんのかい？お前的には。なんかお前的には今擦れてると思ってるのかローラのこと。分からんくはないけどやな。なんか、うん、最初の頃のすごいこうういういし恥ずかしそうにしながら、うん、タメ口出ちゃいますみたいなんが、うん、良さやったと思うんや。俺の中では、うん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 、がなんかいつからかもう自分が可愛いってことに気づいちゃった感。あ、私可愛いんや。まあまあまあ、まあ、そうね。何にしても許される存在なんだ、ね、私はみたいな。わ、うんうん、からんくはない。ってなっちゃったらなんかそうじゃなかったなーってなっちゃうみたいな。それを擦れたって表現。表現が悪かったね。うん、そうそうそう。うん、プラス6枚で。ありがとうございます。もう約半分。あとね、菊池亜美で思い出したけど、なんか菊池亜美、あ、コメントにあったってこと？なんか最近バラエティーよう出る女いるやん。あれ菊池亜美やったっけ。ざっつい言い方やな。バラエティせめて女性とか言え。最近バラエティーよう出る女おるやん。お前その見た目でそんな言い方マジやったほんま見初めて見た人マジやからがやってんかって思われるで。メルル？メルルって誰？あ、はい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 、わかるわかるわかる。ダウンタウンのね、あれに出てた、はしご酒みたいな YouTube で見た気がする。むくみメール、あ、多分違う。あれ違う？結構体張ったりもする子。あれ違うかな？あの子じゃないの？ 18 歳ぐらいの。ちょっと、ひょろっとした感じの。モデルやなーって感じの、細長い感じ。モデルっていう感じはちょっとする。あれ、あの人じゃないっけ？その人もタメ口。タメ口じゃない。あれ？違う？俺が思ってんの。あの人誰や？
なんかいますよね、なんかそういう18歳ぐらいの女の子、17歳って言ってたかな、ダウンタウンのあれで。メルルはこの子や。あ、これ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 、俺言ってんの、これ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 、当てる当てる。これはしご酒かなんか出てた。髪長くないもん、イメージ。ん、はしご酒かなんか出てたよ。知らん、そんな。いや、はしご酒は否定すなよ。大好きや、あれ。大好きや言うても全然見てないけど。出てたっていうことを知らんって。ああ、なるほどね。そうそうそう。それが何、その子が嫌い。なんかめっちゃ笑い、なんか芸人顔、あ、てか、そう、芸人顔負け、俺の一番嫌いなワード。ん、芸人顔負けの面白さ。うん、なんかバラドルの子とかもなんかたまに言われたりするやん、バラエティに出てるアイドルの子とか。いやいや、芸人顔負けの面白さって言われることが腹立つんや。腹立つ。あ、それはでもまあ、なわけないやん。芸人じゃないけど、俺らは芸人じゃないけど、芸人なめんなよっていう気持ちね。はいはいはい、まあまあ、それはでも、お前どんだけいろんな人の助けあっておもろくなったと思ってんねん。はい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 、なるほどね、うん、なるほどね。まあでもそれ、その子悪くないや、そんな責めたらんでも。まあその子が言い張ってた。どうしたん、それ。朝日奈央、朝日奈央ってゴッドタンとか出てる子よね。俺その人も知ってるよ、多分。多分合ってると思う。その人がどうしたの。この人やわが何嫌い。あ、嫌いなんや。嫌い。あー、 お前がおもろいわけじゃないぞっていう。そう、こわー、こいつ厳しいで、笑いに。こいつ、お前が芸人目線や。うん、芸人さんたちがやってればいいの。はいはいはい、可愛い人は可愛いで売ってればいいの。なるほどね、うん、なるほどね。おもろ可愛い、いらんいらん。ああ、でも芸人さんやったらあれなん、ね、逆もしかりよ。違う違う、芸人さんやったら、うん、おもろいこと以外はするな。はいはいはい、え、違う、その可愛いだけじゃ、うん、飛び抜けへんかったんじゃない。なんか、まあ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 、でそのアイドルとかそういうなんていうタレントさんってなった時に、うん、こう可愛いを、うん、まあ最初は初期はね、だからもちろん求められたと思うし、もちろんそれに挑戦したと思うけど、うん、あれ、私この世界じゃもうトップ取れねえな、もう 2,3 年したら引退しないと、もう私の代わりなんていくらでもいるわみたいに思った時に、なんか違うことしないと、なんか違うことしないとってなって、そこで芸人になるんやったらいい。あ、なるほど。萌えやんみたいに。萌えやんみたいに。萌えやんってモデルかなんかやね、スタートね。はい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 。そこまでいったら、はいはいはい。まあ、理想は、理想は過去の肩書きを言ってほしくないよ、うん。うん。元なんとかの、今芸人の誰々。はいはい。みたいなのは言ってほしくない。何、プロっぽくない、それが。なんか それを売りにしてるか。そう、そっちで売ってるやん。いや、何振り構わん良さみたいなのがあるんじゃない。まあまあ、なんか、もう、いや、もちろんそれ一本だけでもういける人って、それはもうすごいと思う。アイドルで言ったら誰、今ならアイドルでもうほんま可愛いだけでいけるみたいな。ごまきやろ。ごまきとかがだから可愛さ。いや、どこ、おい。やめとけ、お前。お前のが悪いからな。おい、違う、お前、それは、違う、今のおかしいや。完全にそのお笑い系のとこに入れてきたやんけ。お前、よくないぞ、それは。やめとけ、お前。いやー。でも、あのあたりは、笑われてたから、まあ。はいはいはい。笑かしに行ってたんじゃないと。そう、笑かしに行ってんじゃなくて、笑われに行ってるからそれはいい。ほう、笑かしに来るのが嫌だ。あー、そういう時は何、じゃあ笑かしに来てるのをテレビで見た時に、え、お前じゃ笑わんでみたいな感じなんや、うん、気持ち、うん、怖っ、怖っ、マジでそうよ。俺は、何やねんって。なんのこの枠、いらんわ。芸人やって、芸人やって、その人やって、でその人がやっぱ最後はねんな、あー、なんかオチに使われてね、そんなでなんかいろいろやってもらってる、はい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 、それは見ひんか、チャンネル変えちゃう。
テレビ消したら YouTube 見ちゃう。いやまあね、なんだろう。え、じゃああれはトゥルルサマーズとかでのアビルユーのポジションとかどうな、タレントやんか、言っちゃえば女優というかモデルというか、アビルユー、アビルユーってあれなんや、アビルユーってなんや、モデル、モデルかな。まあ見た目的にモデルっぽいよね。まあそうね。え、だってあれはアビルユーじゃなくてもおもろいやん、あの、いやでもそんなことないんじゃない、やっぱりあそこに女性適当にポンって入れたらほんまに誰でもいけるんかって言われたら、高橋入れたっておもろいと思うで、高橋入ってる時もまあおもろいな。まあおもろいな、確かに。あの人おる時もまあ面白い。いや違う、ちょっと変わってくるやん、笑いが。やっぱりそれはなんかアビルユーをちょっとなんかあの女性として見立てた上でなんかこう、あのサマーズ男2人で頑張るぜってやってる時と、高橋来た時はもう高橋をいじり倒すやん2人して。でもまたちょっと変わってくるやんか、そこがそうボコボコにされてるやんか。そう、なんかその差がちょっと出るやん、やっぱそういう意味でなんかちょっと違いがあるんじゃない。だってあそこにだって素人の女の子ポンって入れてみ、うん、きついと思うで、そりゃあの、いやサマーズが面白くする、めっちゃ面白くするけど、トゥルル見てて、あーなるほどね、アビルユーおもろい時そんなないんじゃん。今失礼なことまた言ってるけどね、そのトゥルルに関してはな、トゥルルに関してはサマーズが強すぎるからどうしても、まあね、まあね、うん、ただどうしても笑われに行ってる部分は認めるっていう部分では、うん、あの全然スキップできひんアビルは、はい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 、うん、ギャロップとね、ギャロップそう。あとが謎のやつ、なんか謎のやつは、うん、あれは笑かしに行ってない絶対。なるほどな、そういうのがあるんだな、うん、やっぱだってトランポリンで30回跳ねた後に、うん、普通に地面でジャンプすると、うん、全然飛ばれへんみたいなね、自分の無力さをっていうのあったから、まあ一発目大竹やって、うん、三村やってアビルやって、大竹三村ちゃんとおもろかった、うん、でアビルになった時に30回跳ねた後に1回トランポリンの上でなんか笑いながら座ったよ、うん、いやそうじゃないやん。いやそれすぐ降りてやるからおもろいんだ。なんで？いやいや厳しいってそれは。なんかちゃうやん、怖い怖い、何あの30秒間黒い点をずっと見続けて、うん、パッてなんか、うんうん、目閉じたら景色が浮かぶみたいな、うん、はい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 、せっかくやってたのに。なんで一回ちょっとどっか。厳しいってよし、うん、ってやんの、ちょちょちゃんとやって、前みたいなのがプロデューサーでおったら嫌やろな、演者の人たち。絶対なられへんし、なんならプロデューサーじゃなくても何もできへん。こんなめんどくさいやつ。いやでも逆に言ったらこだわりないとあかんと思うで、そんなポジションの人が、あーそれでいいです、何でもいいです、ああ完璧です言うてる番組絶対おもろないもん。まあ、やっぱそこはね、演者なりしも、その、そういう裏方の人なりが、やっぱこだわり持って、なんかないとね。いや厳しかった、こいつが。お笑い論語った。お笑い論語ってないよ、別に。お前、全然お笑い論語ってないよ、今のは。批判しただけ。好きじゃないっていうの。芸人で本を書く人。あ、さっき出てたね。又吉さんとかね、うん。うん。キリンの田村、うん、に関しては、うん、本に関しては絶対に読まへんと思ってる。ああなるほどね、読みたくもない。あっちは、俺はこれは2冊持ってたけど、まっちゃんのやつは、うん、何も読んでない。それは全然違うと思うのは、キリン田村はもうその幼少期の、はいはい、まあ、ダンボール中学生、う、ね、もうその頃を言っちゃえばこう描いて、まあ、あれしてるやろ、うん、いわゆる、まあ、ノンフィクション作品なのかな、うん、過去の、うん、で、又吉のやつが、まあ、ほんま 小説、うん、ピパナはね、ピパナはって言わない。ピパナは小説よね、小説やろ。でもまっちゃんはもうほんま言っちゃえばお笑い
芸人、まあ、私はこういう考えを持ってますみたいな持論やったやんか、まあ、全部違うよね方向性は、うん、ってなった時に別にその持論語るとかももう込みであんま微妙なんや、まあ、別にその読もうとは思わんだけで、はい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 、って言われその3冊あってどれ読むかって言われたらまあプペル読む？今度映画化すんねんであれ絶対読まん何やねん読まんのかよ映画見に行こうぜプペル絶対いかんなんでやねんまあどれ取るかって言われたらまっちゃんのやつはいはいはい、はい、それは間違いなく、うん、俺はねあのブックオフで買ったよブックオフで安い安いって本人言うやんよくうんあのブックオフで買った150円ぐらいで2冊なんで2冊一緒と松本あ、はいはいはい、1作目と2作目ね、うん、だから何やろなんかそっちの部分は見たくないああなるほどね的にははい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 、うん、もう又吉も普通にバラエティやったら面白いけどコメンテーターやったら全然面白くないから、ね、ああなるほどね全然そっちは見コメンテーターの時もちょっと芸人魂あるような人の方が好きなんや。うん。だからその点やっぱ南原さんはすごいから。すごいんや。結構グイグイ入れ込んでくる。ああ、なるほどね。うん、あそういう凄さがあるんだね。なるほどなるほど。よっしゃ。お。来たー。ありがとう。なんかしてて。あ、ちょっとある？よ、4枚もらっていい？で4枚足しといても。もう全部にモガミって書いてない。てめえ。いや、ちゃう、確かなかった気がするよね、向こうはもう。封筒が？うん。いや、でもどっちにしろ必要やもんな。まあ、そうね。4枚も来たということで、もう足しときましょう。18。ペースいいですね、マジで。CD、むずいね。CD はむずい。ただ、ポケビブラピに関しては、もうあれに関しては芸人として見てなかったから、だって。ビビアンスーと千秋として見てたから。そう考えるとなぁ。ウォーウォートナイトとかどうなってくんねんっていうふうにね、なってくると思うけど。ノープラン、夏いわ。きたー。ノープランって、うちぴーかな？生まれたやつ。ノープランって、あのグラサンしてるスーツ、うっちゃんと、うんサマーズとそうあと誰がおったつぶやきさんとかおるええメンチやなあとは出川さんとか置いといたらええんかないやええメンチやなぁあの内村さん界隈は安定感すごいあるよね確かにねあの辺年末やから警察めっちゃ多くない俺昨日帰るときやばかったやん。あ、そう。めっちゃあ、でも確かに今日俺来るときも見かけたわ。そう。いつも、まあ別に、一台見かけへん。うん、たまに見かけるなぁって思うけど、うん。昨日は全然2、3台おったから。まあ、年末でなあぶっ飛ばしてる人もいるやろうからな。なんでの？なん年末でぶっ飛ばすの？まあまあ、やんちゃな人らがおるやん。なんでそんなやんちゃになることは？ほんまに。暴走族の名前をなんか珍相談に変えようみたいな。あったよね。まあ、全然流行らんかった。なんだ？そりゃそうやろうな。それこそそんなん。あとはなんか自販機をやたらみんなベンダーっていう CM。何それ、うん、あんま自販機ベンダーっていうの。ああ、そうなんや。ほんまは、うん、ほんまっていうか、海外で。おしゃれに
を見せようみたいな感じで、うん、デンダーっていう名前が言ってた CM よう流れてたけど、へえ、全然はやらんの。いやでも珍相談っていう言葉が、うん、ほんまにそれで流行ってたら暴走族っていうものはちゃんとなくなったやろうな。まあ、なくなるんかな。珍相談やって言われたないやろ。でも俺らがもう暴走族って思ってればもうそれは暴走族じゃん。いやーなるほどね、うん、そういうそういうのがあるんだよ。なるほどなるほど。警察の番組は私はもう録画しました。昨日と一昨日やったの。昨日と今日だったの。どっちも録画してる。2日連続でやってる。1月3日までの面白そうな番組は全部録画した。素晴らしいね。予約した。録画予約した。年末はお前、ガキ掴みなんか見る腹立つな。録画もする。見るんや。録画もする。ためてためてみんな腹立つな。昨日の千葉暑かったんや。そうなんや。箸休めじゃなかったん千葉やのに。珍しい。酔っ払いじゃないの。ん？いや、警察系で絶対千葉は酔っ払い。なんか福岡、大阪あたりで、うん、なんか重大事件が起きて。はいはいはい、それが一通り終わって、うん、はい箸休めみたいな感じで千葉の酔っ払い面白酔っ払いが出てくる。あ、それが決まってんねや。決まってるというか、まあそんな感じでいつもやってんねや、うん、注射器飲み込んじゃうやつは見よ、ちゃんとまだ見てないんですよね。いいね、それは熱い。千葉の面白酔っ払いってよーく知ってる景色やわ。駅前や駅前よーけ、千葉駅前でおるわ。あ、これあっちの方や、モノレールの方や。一回だけ道に人倒れてるの見たことある。あ、そう、酔っ払いが倒れてる。へえ、もう警察に連絡して、へえ、酔っ払いやったって。めっちゃ怖かった。一回マリンと確かに俺も声かけたことあるわ。大丈夫ってなって、うん、あの駅からちょっと離れたとこで女の子が一人でパタってなってね、うん、え、大丈夫っつって、うん、そう、水渡してで、バー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 話してるうちに、彼氏さんがおるからっつって彼氏さんに電話かけて彼氏さんに迎えに来てもらう。いや違う、元彼や、元カレに迎えに来てもらってね。カレさんじゃないわ。そう、たまらんな。そう、いや一番かわいそうなのはその元カレやで、うん、そうほんまに。そうわざわざね、そんな引き取りに来た。いやでも優しいよね、うん、元カレさんが、ね、すごいなと思ったわ。大学時代に、うん、まあ新宿で飲んで、うんうん、でまあそこから帰り道、うん、新宿駅で、うん、新宿とか多そうやな。そう、あの駅中の京王線にね、京王線乗ったことある人ないと分かんないかもしれないけど、うん、南口の方から京王線乗るとき、ちょっと階段ちょっとした階段下ってから京王線の乗り口に行くんですよね。ほう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 。その階段でドーン転んだ。あ、30後半ぐらいかな、年齢的には。うん、の人がいて、あ、大丈夫なのかなって、もうベロベロない、うん、もう大丈夫ですか大丈夫ですかって友達と二人、うん、どうする、うん、まあ、うん、ってもう全然ろれつも回ってない。へえ、家どこにあります。来たら京王線も、まあ俺らが降りる駅から4つぐらい先の駅、うん、まあまあまあ駅ぐらいまでやったら送るか、うん、こんな人置いていくのはちょっとさすがに忍びないと思って、うん、でその駅まで着いて、うん、そしたら、はい、降りましたよ、うん、着きましたよ、降りましょうって言っても、とりあえずホームまで降ろして、うん、そしたらここどこ言うて、うん、
何々駅ですよ、うん、お前が言った、そう、違う違うって言って、うん、あのまあ、俺住んでたの世田谷区なんだけど、うんうん、簡単に言うと、うん、簡単に言うとね、ほんまに簡単に表すと、新宿から、うん、見えるかな、うん、この横が京王線が通ってるとしたら、はい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 、こっちに小田急線が通ってる、はい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 、その小田急線の、うん、この辺やって、俺らがこのぐらいやとしたら、はい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 、全然ちゃうやん。なんやこいつは。ふざけんなよと思って、どうしよう。こんなやつをわざわざもう一回新宿まで戻って、そうね。ね、うん、小田急線に乗り換えて、まあその新宿まで戻んなくても乗り換える方法はあるけど、うん、こいつどうしようって。たらもうで金がない。おお。一応あのパスもあって出れるけど、うんうん、金がない。その後が、うん、タクシーに乗れんと。うん、いやでも言うて学生よ。いやそうやで。うん、ほんまに。うん、で宅代も出すなんて、うんうん、ちょっと。いやーいかついよ。知らん人の知らん酔っ払いのためにな。うん。じゃあ、うん、お母さんに電話してって言われて、うん、その人が母親に電話かけて、うん、俺らに渡されて、うん、で電話して、今どこどこの駅にいまして、ちょっとあの今ちょっと酔っ払ってて全然まともに喋れないので、はいはい、迎え来てほしいんですけど、で30分ぐらい待って、うん、したらお母さんらしき人。すいません、すいません、頭パーン、怖っ、すいません、すいません、強よかったね、強いおかんで、ほんと申し訳ないです、うん、で一人、俺と友達に1万ずつくれて、すごっ、イエーイ、いい話、お前、やめろ、その最後のお前、お前、絶対にやめとけ、お前、学生やから、まあね、学生やから、まあ、1万円嬉しいわな、その子、イエーイ、それはそうだな、終わった話。そうだって大学が世田谷だもん、あれ日本大学文理学、そういうさ酔っ払いの人、まあ心配台無し。そう心配なんもあるけど、うん、そのワンちゃんこう怖いもんね、何があるかわからんっていう、うん、そのまあピュアじゃないんやろうけどそれは、うん、それを感じるのはでもやっぱ多少自己防衛の気持ちも出てくるやんか、うん、ね、なんかこの人がどう考えてんのかとかいろいろ考えるとさ、うんうん、ある程度踏み込みきらん時もあるよね、うん、でも俺の友達ずっと耳舐められてた。いやーわーきついわ。俺もその時点でもう無理や。なやこいつってなんもんずっと腹立つわそんなん行ってる最中、座ってる隣に間に挟んで座ってた。ずっと耳舐められてた。嫌やわ、うん、いやー気持ち悪い。気持ち悪いですよね。ちゃんと気持ち悪いですよね、そんな話ね。もうその、何言うてね、まあ、酩酊状態まではいかんかもしらんけど、まあ、そんぐらいな、酔っ払ってるとな。うん、何するかわからんからね。うん、そう。まあ、男2人やったから、まあ、なんかあってもまあ大丈夫。まあ、そうなんよ、俺もだから、その、マリンとのやつも、俺とマリン2人やから、あの、別に。なんとでもなるけど、もしさ、うん、あの酔っ払いでおあの寝てる人とかおっても、うん、俺やっぱあの仮にね彼女おる時とかで彼女と一緒に歩いてて見つけても絶対声かけられへんもん。なんか男の人でも女の人でも酔っ払いが倒れててなんか彼女に来た時とか怖いやん。いや
置いとくやろ。いやいやいや、不安やって絶対に。水買ってきてとかって言うやん。いやー、怖い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 、まあ、怖いわ。怖さはあるよ、うん、怖さはあるけど、なんかワンチャン何かっていうのが、まずこっちは確認するやん、大丈夫ですかっていうのを、それでの反応で多少わかるやん。いやー、そんなもう状態によるやろうな、酔っ払いの人の。そう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 、基本的にはそれは怖いわ、そんな簡単には。へえ、声かけられへんわ全然。多分あれが勝つと思う。あおえってなるよね、あれ酔っ払いが。なん、どうしたの。そうそうそう、現実となんか受け入れられへんの一瞬。そう、道端にほんまに人が倒れてるっていう状態。そう、なんかすごい寝方するもんね、やっぱね。そうそうそう、だってこの前俺が声かけた人も、うん、またって言われた警察の人。あ、前もあったんや。いやでもそういう人ってそうなんかも知らんけどね。あ、2枚お願いします。20。いやでも、なんかそれ以外になんか現実と一瞬受け入れられへんかったとき、え、なんやろ、現実と受け入れられへんってすごい難しい状況やもんね、うん。パッと浮かびそうなのは経験してない人がほとんどやけど、うん、目の前で事故ったりとか、うん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 、そういうの見ちゃったらわーってなるとは思うけど、うん、どうなんやろな、現実を現実と思えない。あ、前、あ、だからあれやわ、配信で言ったのはあそこでクラウチングスタートしてて、あそこの十字路で。あ、なるほどね。俺がまだほんまに道場住んでた頃、うん、クラウチングで待ってて、うわ、何やろう、酔っ払いでうずくまってんのかなと思って近寄って行ったらダッシュしていたんだね。はい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 、怖かった。あれ、学生の時に初めて見た、うん、となんか都会にそんなにやっぱまだちっちゃくて、小学生、うん、中学生ぐらいと思うね、うんうん、都会にそんな何回も行ってない頃に見た都会でのやっぱピンクスカートおじいちゃんはやっぱこんな世界があるんだっていう、初めて見るスカートおじいちゃんは衝撃、衝撃よね、やっぱ震えるよ、ね、だって近くにそんなんだっておらんかったやから、今までの人生で。そう、初やからこその恐怖はすごいあったね。でまた周りがそんなに反応してへんのも怖いやん。そう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 、もう周りの大人たちからしたら当たり前なんやみたいな。そう、夢見てるみたいもんな、その時。そうなんよ。だからあの新宿駅におったレオタードの人やな。大阪なら梅田におる、なんかもうボンボンつけ、ボンボンつけてるなんかおじいちゃんがおるんよ、ひょろひょろの。あのもう それの後に俺何回か見てるから、まあ、うん、もうそれは見慣れてんねんけど、うん、母のおじいちゃん初めて見た時はやっぱびっくりやったね。レオタードの人は初めて見た時がレオタードで歩いて、レオタードって、まあ、白のタイツでな、うん、赤いレオタード着て歩いて、うん、えっと思って、うん、で2回目もそれ見て、うん、もうこういう人なんや、うんうんうん、3回目オマルを持ってて。ね、周りはそうでもなくて、うん、なんでやと思ってたら、そう、オマルが標準装備、はいはいはい、オマルなしがレアやった、ね、レアやった。いやー、びっくりですな、怖いな世界、うん。あとは友達が引かれた瞬間やろうな、あの時。でも俺2回見てるね、俺、うん、別の友達も。もう1回は普通にチャリコイで先頭走ってるやつが普通に曲がり角で正面からドンって引かれる。なんでってなって。それは現実思えへんからな。そう、向こうが急ブレーキ踏んでくれて、あのそこにちょっと突っ込んだ形になったからまだいいねんけど、そう、どう、なんでそうなったっていう。でもね、両方小学生の頃やけど、やっぱそんなんね、
ないやん、やっぱり。まあな、うん、今まで生きててな。そう、ほんま経験した瞬間はうわーってなるけど、うん、後から思い返すとやっぱいい経験やな。そうね、そういう経験って大事かどうかは知らんけど、もう友達がなんかその後に続くようななんか怪我してたらもうほんま、うん、もう無理やけどさ、そうじゃないからまあ助かってるところはあるね、うん、ある、うん、間違いない、うん。2020年今年の漢字、今年の漢字、あのさ、俺と花見はやったから、はいはいはい、いややるけど、だからバカリズムが言ってたやろ、1年1個なんかで表されへんみたいな、よく言ってたやん。じゃあ5個あげてなるほどね、逆にね、うん、逆に言ったらね、そういうことやんの、うん、そうそうそう、それでも足りひんに言うのやったら全然何個でもいい。何やったっけ、進むが花見で俺が挑む、挑むか、うん、はい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 、見てたんかお前、見てたよお前、何やお前、見てたよお前、見てたよ、もうかけられいっちゃ好きやからお前、何やお前、お前、お前、はいはいよしっていうな、その後に何もよしじゃないからこんなもんサイド説明させていただきます。今回のね、とりあえず30枚車で終わりません。1月の全興行、そして2月14日 TKP ガーデンシティ千葉大会の興行が対象となっております。1月3日新春戦い始め、1月11日チーバトル、1月17日チーバトル、1月24日チーバトル、1月31日グランドスラムインツネダブルスクエア、そして2月14日 TKP インガーデンシティ千葉大会。1月の大会すべてここ千葉ツネダブルスクエアで行われます。2月14日も千葉県の TKP ガーデンシティ千葉というところに、ね、行われますので、ぜひとも皆様ご観戦ください。チケットの取り置き方法は、DM や、その他、G メールや、メッセージなど、インスタのね、インスタのメッセージなどで受け付けております。まだ、初めてで、購入の仕方、チケットの頼み方わからないよという方は、この動画の概要欄のところにね、サンプル、テンプレートみたいなのを置いてるんでね、そんな感じで、お願いします。以上やにー、でもお前がわからんする、そうね、そこら辺気を使えるいい男、前そうでもなかったけどな、前俺がめっちゃ書いてるとこ成長さあやろ、腹立つ、成長しとんよ俺は、うん、日々、うん、日進月歩、お前がそれ言ったらあかんわ、アホそうお前はもっと頭よくあらなあかんから、日々これ精進、あーなるほどね、いやなるほどねじゃないよね同レベよねちょっと待ってね、再起間髪、それは分からんわ、頭良さそう、良さそう、再起間髪、間髪、間髪、うん、まあそんな言葉さ、うん、人生で一回も聞いたことないもんね、シモンソカばっかり、お前はシメンソカまみれ、四字熟語言うてってみ、交互に四字熟語言っていこう、あーいいよ、ちょっと待って、同じ、あの二つのこと同時にできんから、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょやめて今の言葉リリリリ、はい、これね、皆さんも画面の前でプレイバックの大合唱があったと思うけどね、ほらプレイバックしてる、ほら大合唱してるわ、よかったよかった、パート2、うん、四字熟語でも俺そんなに知らんかもな、アホやお前やん
こんばんは。お二人は今まで人生の中で一番お酒を飲んだなという日はありますか？またどれくらいの量を飲みましたか？キリマル。キリマルさん。キリマルさんは取り置き配信に絶対来てくれるんやね。なんでやろう。深夜帯だけかと思ったらこの時間でも来てくれる。意外と普段ちょいちょい見に来てくれてるってことないんかな。コメントしてへんだけで。うん。ごきげんよう。ええな、やっぱ一番丁寧やもんな。うちの米欄で。そう。クリスマスのね、6時間配信の時にきり丸さんが来おへんかったから、きり丸さんはリア充やっていう認定をしたい。きり丸さんリア充や。あ、ちょっと待って、また、ちょっと、今、ここに6枚追加でお願いします。すごいっす。今までで一番お酒を飲んだなという日はね、時は、私は、6枚、ありがとうございます。久々に参りました。クリスマスは忙しくしております。その封筒もらっていい？もう。もがみ三丁で？もう消すわ、そのもがみ。大学時代に、まあ大学時代アホの飲み方するやん、もちろんちゃんぽんしちゃうじゃん。アホやん。こいつ酒飲むことかっこええ思って飲んでる時期あったんや。家で友達と言うて俺もそんな飲める方じゃないよ。そうね、うん、だけどなんかな、友達と酒いっぱい買ってきて、うん、じゃんけんして、うん、じゃんけんして負けたやつが、うん、誰かがコップに作った酒を飲んで、うん、そいつが酒作って、うん、じゃああれ何が楽しいのって思うけどね。俺大っ嫌いけどね、あのスタイアンス。テンション、そのテンションに乗っかれれば、うん、まあまあまあいけるんだけど。あ、でもあれならまだ、あ、そうか、あ、同い年だけでやってたらあれか。そう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 。俺先輩のやつとかはマジで断るもん。うん、あの、ね、先輩、いや、そこはもう申し訳ないけど、いや、ちょっと面白くない。うん。うん、からもう、そう、先輩がやらせる感じが、うんうんうん、もうほんまに面白くない。俺は絶対それはさせへんし、しないっていうその気持ち。同級生だけでな、その、うん、その場のノリで。ってなったら確かに、あ、はいはいはい、確かに、ね、友達とやったら確かにおもろい気がするわ。そう。だからそれでな、まあ、ほんまのね、ウイスキーのワイン割りとかさ、うん、なんかそんなアホな飲み方するやん。はい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 。そうで、まあ飲んだ結果、うん、急性アル中になった。怖っ。もうほんま寒くてしゃあない。怖っ。ほんまに夏場やったけど、もう毛布出して、毛布と布団かぶってずーっとガタガタ震えてた。アル中ってな、急性アルコール中毒ってそんなん感じなんや。うん、そうなる。まあ、生きててよかったよ。生きててよかった。うん、まあ、助かった。よかったよかった。3日のチケットはまだありますけど、松席。松が最前、はい、で一番いい最前の席。松席が、うん、売り切れ、完売となりました。です。ちょっと四字熟語のやつもちょっとやりながらやるわ、もう。ああ、いいよ。うん。弱肉強食。大胆不敵。うん、ガドー爆心。難しいと思うから行くな。一日一膳。うん、日進月歩。一進一退。四面楚歌。一日千秋。唯我が独尊。数字思いつかんな。あ、一長一短。
花鳥風月。考えてたよ。そっちに集中してんのか思って、考えてたよ。びっくりしちゃった。長三母子、外反母子。四字熟語、まあ四字熟語かな。お前が思ってる母子とちゃうねんな、長三母子の。疾風怒涛、風神雷神。4字の熟語、まあええんかな。10人トイロ。今なんかあれあれしてる？待ってる？うん。ちょっと待ってよ。ジバトル待って。10人トイロ。はい。千。四枚追加で。フィニッシュ。フィニッシュです。え？ちなみにもうちょっと行っていいですか。まだ来てるんで、もうちょい行っていいですかね。40しましょう。40しましょう。ちょっと待って。封筒持ってくるわ。的な速さよ、マジで。でもさすがにこれで終わりたくない。さすがによ、さすがにこれで終わりたくない。三半期間、まあ、ちゃうねんな。まあいいか、体の、なんか体を大事にしてんねんな。外反母趾の三半期間。何ですか？まあ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 いいでしょう。うん、水魚の交わり。へ？え？全然四字熟じゃない。じゃ熟字。四字熟字。はあ？ちょ今のはなしにして。噛み方でもね、ひどいわ、ちょっと今のね。うん、はい。水魚の交わりありますよね、四字熟語で。ダメです。ダメじゃないですよね。俺が知らん。それはお前の額がないだけ。これでサムネと一緒になった。サムネと一緒になった。七転八倒。お、七転び八起き。潰しとこ。つなげて言われそうなところ潰しとこ。
無味無臭噴霧の交わり。噴霧の交わり。さっき同じようなこと言わんかった。水魚の交わりです。俺も交わっていい？なんかあるかな。は？その何とかの交わりってせめて字を書いてるわ。へえ、これで水魚の交わりっていうねや。そう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 。疾風烈伝。何それ。ナルト？疾風伝のやつ。そんなないっけ。ああ諸子貫徹。おお、いいね。よーし、三個の例。キーバトル上だい。ちょっと待ってね、これもちょっと結構前に来てたやつがあるんだ。7分前。あれだ。おお、あまま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 。チケットたくさん、ありがたいね。いや、ほんまめちゃくちゃありがたいよね。マジで。あれ、この俺30のあと1枚って言ってないよね。言ってない。じゃ1枚追加？ね。ちょっと待って。3枚でお願いします。ありがとうございます。梅俺も1枚追加なんで4枚追加で38。いや嬉しい、ありがとうございます。本当に今どっちで止まってんの？あ、お前がなんかわけわかんない。四字熟語。五花のアモ。ん？ちょっとなんかあれやわ。自分ちょっと喋ってるわ。なんか。四字熟語って、そんなんじゃないから、言っとくけど。あれ、なんかこれ一回順番ベラーってした？ごめん。五花のアモ、五花アモは違うのかな？やっても取るな、お前は。じゃあ皮肉の単位。皮肉の単。筋肉のターン、多分五花のアモも大丈夫やと思うんやけどな。封筒もらっていい？うん。はい。明鏡止水。いやもうあかんて。ごめんやけど。ブーって言われたやん、俺携帯に。そんな今のタイミングある？無限陶水。知らんの、あんのかな。みんなある？あ、1.31。夢の限り陶酔しますっていう。
意味だね。ごめん、みんな調べて、無限糖水。ごめんな。俺知らんワードやからさ。無限糖水っていう四字熟語あるかどうか。答え書いてもいい系ですよ。それが言えなくなるだけで、我々が。あ、お、え、あったっしょ、無限糖水。そう。え、あるん？あるっしょ、無限糖水。夢幻に糖水してるんよ。ねえ。無限糖水はあるんやな。こんだけ言ってあったんだね。本当にあるの、うん、そう。無限糖水って言葉あるんや。じゃあ、あと三国志関係で何かあったかな。四字熟語。ハクビは違うよね。しめじで出てくるってことは何かであるんや。何かであるんや。無限闘水。あんねや。すげえ吉田。かっこええ。なんかおしゃれやし、なんか字面も。やったぜ。やったぜ。正面突破。うん。映画。よし。無限闘水は外してくれたよ。うん？無限闘水は言うよ、そりゃ。え、俺じゃあ2個言われたん？え？今。そう、そう。ほんまやわ。そう、そう。2個一気に言われたん俺。考えて、出ちゃった。4つやと思って出ちゃった。こいつだから2個言わなあかん、そりゃ。はいはい、うん、成功うどく、あ、そういうこと。天衣無縫。ああ、天下一品。天上天下。おお、来た。よし。おお、2個来られた。天地無敵みたいな。それはないと思う。天地無双。惜しいと思う。天地にかける。天。何やって。何やって。天地。いや、俺の分足すの忘れた。天地無縁。無用や。天地無用。うん、で今のはゼロね、ノーカウント。モガノにも入らへん、今のは。さすがに俺のパクってるから、俺の天地無をそこまでを取られてもうてるから。俺の40やだー。いや、ほんとめちゃくちゃ早い。どうしよう。いや、めちゃくちゃ早いっていうか、うん、本来じゃない、最初の目標が30やったわけやろ、うん、えらいこと起きてるやん。えらいことが起きとるな。うん、俺まだ来たよ。ウイニングランでどこまで行けるか。ちょ、俺今2個行ってるで。天下一品と天上天下と2個行ってるで。なんやかんやで吉田勝んじゃん。
無限陶水で流れ変わってんじゃん間違いないね。俺来てんじゃない。四字熟語ね、大器晩成、やめとこう。すげえ白くなった。あれすげえ白くなった。ほんまや。なんで黒にピントが合ってんのかな。あ、白い。え、急にどうした？急に、まあ、眩しい。眩しい。中連ポート。中連ポート？うん。もうカタカナじゃん。中国読み。お前らちょっと身を乗り出して黒にピントがあって、それに合わせて。そんなことは明るい。はい、ニコユータで。よしよしよし。ちょっと落としました。すみません、ありがとう。ちょっと封筒持ってくるわ。うん。ついでに一服もしてくるわ。はい。コメントで言ってくわ。うん。あ、スパチャありがとうございます。1枚追加だな。強敵出現。ええんやで、ええんやで。リブアップしてもええんやで。やにーっつって言ったあいつはもう俺に大敗。よし、ちょっと落ち着いたね。チケットは彩色兼備。色彩能力。偉人変人。俺言ったで。偉人変人はカンニングしただけやからね。他言無用は、なんかあるよね。あ、カンターの方でいく。言語道断。なんかあるよね。バゴン
雑踏みたいなあるよね。バビー雑踏みたいな、何やったっけあれ。言葉っていう字が入るよ。ことっていう字がね、言が。バリ雑言、そうそれ。だから俺今バリ雑言とあれよ、あれ取った。言語道断の二つ言うた。二つー。俺二つー。焼きそばバゴン俺結局食ったことない。でも UFO が一番うまい。デモは意味わからんけど、や、あれが美味しい。そう、UFO が美味しい。春夏秋冬。へえー。京楽春水。知ってたか。綺麗な名前やね、ほんまにね。京楽春水ってね。ただいま。一枚追加ね。はい、私の1枚追加でお願いします。はい。ああ。夏季講習。冬季講習。春季講習。ない。泣くはないかもしれないけど、うん、養老の滝。四字熟語か。絶対四字熟語から来てるあれは。暴飲暴食。はい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 。ベタやな、うん。こういうとこからね、広がっていくやん。一攫千金。おお、いいね。一騎当選。ああ。健康一滴。おお。知ってんねや。あの、影虎さん。そう、ヒント、そう、一騎当選から健康一滴。なるほどな。ええヒントや。プロレスに助けられた。バジ豆腐。馬車同人。もっとあるやん、それっぽいやつ。ああ、はい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 、なるほどね。保険の保っていう字は四字熟語に入ってきそうやな。保。何その考え方。保。安。ないか。傍若無人。慶光牛語。継承列伝。四字熟語か。四字の熟語。継承列伝、うん、画竜転生。画道爆心。言うた。二回目に言うた。覚えてる。二回目でなんで画道爆心が出んの。
負けを認めるか。称号認識。よし、称号認識。よし、神羅万象。森林伐採。大胆不敵。適材適所。おお、ちゃんと来た。よし。神経衰弱。心身相来。どう書くねん。心身相来。あれやんね。ねえ。あ、ありがとうございます。防衛ね。ありがとうございます。あるやんね。心身相会来。うん、ですやろ。ん？どっちか。じゃあ。心身相来で調べようか。心身爽快やわ。心身気鋭。はい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 。疲労困憊。心身爽快もあるって。やった。じゃあもう一個やわ。もうが。うん、二個言うだった俺。くそ、満身創痍。心身爽快と真逆の言葉です。万事休すすって感じあると思う。なんとかのなんとか言ったらのあると思う。万国改正。どう書いていい？バンコクは分かるけど、改正って何？開くに成功へ。まあそうやな。改正高校の改正だな。俺もその字が浮かんでたわ。うん、どういどういバンコク共通、うん。そうそう、そっちや。うん、なんで、ね、わけわからんの。バンコクって来たから、共通かと思ったら、改正。獅子奮陣。獅子孫孫。首脳交渉。結納。結納変換。結納変換。どんな状況やねんこいつ。いつ使えるんやそんな言葉。結納変換ってせっかく結納してんのに何を返してくれてんねん。それはないわ。納得いかへんから、それは。そんな、いや、新興勢力。あ、あるんだよ。カンカンガクガク。一網打尽。
一目瞭然。一期一会。五里夢中。中国飯店。城下君中華料理屋やその辺にある中国飯店って中国飯店やもんだって中華料理屋は入ってええの。いいよそりゃいいよ。四字熟語やねんから。四字でできてる熟語やからええん。一挙両得。挙動不審。粉骨最新。彩色兼備。言うた。俺が。いいよ。お前が言うた。俺がコメントで彩色兼備って答えた。ふんなんかあるかな。なんて言った今。粉骨最新。最新。芯か。芯がありそうやな。み。身体能力。早ない。早ない？ちょっと待ってーな。和道解放。和ね、和ね、和ありそうやね。和はありそう。平和主義。じゃん俺え真偽和王。真偽和王なりふり構わず行くわ俺も。真偽和王王家一族。右往左往。右往左往。こいつ全然袋開けられへんやん。もうなんかボソ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 しやがって。腹立つな。なんやねんお前。諦めたし。
えって違うわ。五文字。五文字やんか。よかった。徳。徳っていう字でありそうやねんな、なんかな。はい。一石二鳥。うん。言うてない。うん。以心伝心。意思疎通。うん。なりふり構わず攻めたいけど。なんか、それでも賢い言葉でいきたいや。賢そうな雰囲気を出した言葉で。なこいつ。こいつのないやつあったんちゃうか今思ったら。才能開花。うん。うん。天秤決断。どういうことや。天秤決断。天秤決断。何を言うてんの。天秤にかけた時に決断すること。優柔不断。おお。天秤決断のおかげやわ。両乱。百人一首。天真爛漫。猪突猛進。おお。なんていうんやったかな。桃園の誓い。永遠の誓い。ないで。え？桃園の誓いはあるけど、永遠の誓いは多分ないで。いや、ノー。あの、いや、ちょいちょい。正幸の雪みたいな字の。ノーよ。ないで。出来事としてないやん。フォーエバーラブ。だから出来事としてないやんか。それはそれ言うたらもう終わりやんな。うん。近いラブじゃないけど。はい。フォーエバーラブ言うたけど。ほんまや。一家救済。状況や。分からんねんな、ちょいちょい。一家救済。一家ってどう書く？一家救済はこれよ、これ。やっぱそうやんな。これ、これ。じゃあ分からんのよな。なんでよ。どういうこと？そうやね、だからな、なんか一家が閉じ込められた時よ。はい。五越同州。
言った言った五越同州言った言った言ったっけ言った言った言ったか言ったよね言ったよねおじいちゃんが残した宝だ助かったってなったよ売れるで高く あ、残飯処理よし何やねん2個いったった1個救済からのなんかまたなんか不幸になってる別に誰もストーリーでつなげてへんからそんなもんハイセン処理いやだからグイグイ言うのやめて四字熟語じゃない言葉でそんな俺語れへんからそんな勝利投手とかそんなの俺言いたくないからじゃあ1個でいいよ、うん、一家救済で終わっとくわ一家救済で終わっといてくれ、うん、右肩負傷とかそういうので言いたくないからあのことはなんて言うんだっけ違うかこれは普通にことわざかちゃんとチケットはパタッと止まりましたね。またね。40枚のゴールを達成してからは、うん、まだまだお待ちしてますよ。ウリス候補ちゃうあっ百鬼夜行ん百鬼夜行夜行夜だね。名調暗夜。ありそうやな。名調暗夜。意味は？ん？意味は？こうテンションの浮き沈みがあるよみたいな意味だね。名調暗夜。字は浮かぶんですよ。明るい長い暗い夜やんな。きっと調が違うか。合ってる合ってる。それ、うん、にする。テンションの浮き沈み？名調暗夜で。そう名調暗夜はそうよ。アッキラ説。アッキラ説。めちゃめちゃ泣いて。俺二個やわ。お前二個言うてな。おお眩しい。なんでなんこれ。なんでこんなちょいちょいなんの？の。戻った。すごき損天涯孤独そうねまだ21時半ない2時間ない逆にだらだらこのまま続けてもよくはないような気がするそうだね引き分けということで終わるかはいやりきったぜ、ね、確かにこれ以上ね、こなさそう変な
ね、なんかもう完全にちょっと止まっちゃった、うん、そうね、完全にもう止まっちゃったから、それでね、せっかくその達成してるのになんかダラダラ続けて、うん、なんかほわーんって終わる感じ。そうだね、からなもう終わりましょう、うん、それで終わりましょうか、はい、追加する。ああ全然いいよ、それは。なんかね、そういうのでもいいよ、うん、ツイキャスしましょうか。ツイキャスするか。うん。ね、じゃあ、ツイキャスやりまーす。はあ。じゃあ、今度はツイキャスの方のあれやな。反則の方やな。うん。うん。まあ、それは、あの、目標とかは設定しないんで。うん。ぜひとも皆様、ご視聴ください。うん。はい。まあ、もうすぐ始めるね、じゃあ。うん。多分、結構すぐ始めると思う。うん。トイレだけ行こう。はい、じゃあ、俺もタバコ吸おう。5分後ぐらいにツイキャススタートします、うん、ということで、トリュフ配信、本当に、皆様のおかげでこんなにも早く目標枚数に達することが、すごい、しかも10枚プラスできたし、そう、正確には11枚プラスした、そう、本当にありがとうございます、うん、皆様2021年も、2AW を、見にいろんなところへ足を運んでみてください、うん、2AW2021 年もよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いいたします。本日の取り置き配信終了したいと思います。ありがとうございました。また会いましょう。さよなら。